たまには、将棋でも指してみるか。いいですよね。指している中で心が研ぎ澄まされるっていうか、思考がクリアになって心の奥底が開く感じがするんです。ほう、なかなか深いことを言うじゃねえか。対局を通じて自分との対話っていうのかな。あ、暖房スイッチ切ったっけ、なんかくれよ、光熱費払ったっけ。もう一人の自分にいつもそんなことを問いかけるんです。随分と生活感のある対話してるん。ああ、やるか。出番が来たな。調子出てきたぞ。私の番。手加減はなしだ。頑張りますか。やるか。さっさと来い。脇が甘いな。地が高いよ。調子出てきたぞ。見たかよ。状況だけは買ってやるよ。
え？いらっしゃいませ。ありがとう。将棋でも指してみるか。いいですよね。対局を通じて自分とのもう一ついい感じだ。よく分かってきた。
よくここで釣りとかしてたんですよ。他のホームレスに魚分けたり交換したりしてたな。開けてみるか。やったぜ。さっきの釣続きだけどさ、前はよくここで釣り。釣りとかしてたんですよ。他のホームレスに魚分けたり、交換したりしてた。ここでも魚は釣れるんだな。俺も釣りは結構好きだぜ。昔は船で海に出て、取りに行ったこともあったな。船って本格的ですね。たくさん釣れたんじゃないですか。まあね。ただ巨大なタコと格闘したりとかして命の限り駆け引きっていうのかな、一筋縄ではいかない経験だったぜ。キリフキさん、とりあえずどこでも格闘するんですね。よし、しびるんじゃねえぞ。さて、始めようか。私の番。ほらほら。ほら、ほら、いいよ。脇が甘いな。ほら。身が高いよ。手加減はなしだ。くれ。出番が来たな。やるか。調子出てきたぜ。頑張りますか。あだれ。感知、私の番に消えろ。出番が来たな。あたれ。あわあ、こんなもんだ。悪くない気分だぜ。人生これ成長素直に喜んでおくか。キリュウさんって教師とかも結構。そうか。教え子のヤンキーがチンピラにさらわれるんですけど、そいつが囚われてる倉庫に乗り込んで暴れるキリュウ先生。なんか文句あんの。目に浮かびますね。お前の教師イメージは何十年も前でと。いい感じだ。絆が深まったぜ。学校を見ると学生時代を思い出すな。難波は得意な教科とかあったのか。
得意かは分かりませんが、理科とか好きでしたね。液体窒素実験とか面白かったっす。バナナを凍らせたりとかして。ああ、バナナで釘を打つんだろ。実際に打てるもんなのか。俺がやった時は釘に打ちつけたらバナナの方が砕け散りましたね。そのバナナがすぐ溶けるんで、体中バナナの香りです。そりゃまた、よし、よく分かってきた。そういえば、ソンヒはどんな音楽をよく聞くんだ？固定したジャンルではなく、いろいろ聞くぞ。昔の曲もな。カムロ巡恋歌とかは最近のお気に入りの曲だ。カムロ巡恋歌は俺も好きだぜ。今度デュエットするか。キリュウさんとデュエットか。それもいいね。ではボイストレーニングに通うので、少し待ってもらえるだろうか。え？いや、歌手デビューしろと。そん、ま、いい感じだ。外食するといつも同じメニュー頼んじゃうんですよね。冒険、うん、するよりも失敗したくないっていう気持ちが勝って。まあ気持ちはわかる。だが挑戦する気持ちを忘れちゃダメだぜ。俺もたまには新しいものを食おうと思ってな。だってね、シェフの気まぐれ創作料理っていう新しいメニューを頼んでみたんだ。おお、さすが桐生さん。で、味はどうだったんです？失敗してんじゃない？よし、絆が深まったぜ。目的も決めずにフラッと電車でどこか行ってみたいっすね。ほう、それも楽しそうだな。やってみるか。お、乗ってくれますか？それでどこに行きます？おいおい。ああ、そうでした。やっぱ、まあ、それもいいんじゃねえか。行きたい。それもいい感じだ。よく分かってきた。旅行会社のチラシ見てると、どっか旅したくなりますね。なんだ、行きたい場所がある。場所、あ、百鬼式。よし、コンプリートだ。キリュウさんとたくさん歩いたり話したりして。何を選べばいいんだ？俺に似合うのどれだ？いろいろ試してみよう。
孫悲は休みの日には何をやってるのか。君、最近は時間があれば各体の動かし方など参考に。ちゃんと仕事につなげてるとは立派なもんだな。実に気持ちがいい。あれはなかなか癖になるな。プロですか。それドラゴンマスクと名乗ってプロレスをしたことがあったな。何見てんだよ。懐かしいぜ。それはそれは。え、なんだドラゴンマスクって。いい感じだ。飛ばす。お見事でした、桐生さん。ナイスバッティング。体、大丈夫っすか。ああ、平気だ。すっきりしたぜ。確かにいい気晴らしになる。ありがとな、ソンヒュ。おかげで楽しかった。何を言ってるんだ。これだけで満足してもらっちゃ困るな。まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。それに桐生さん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな。不思議なもんですね。さあ次は何をしようか。そうだな、なら何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか。腹が膨れたらカラオケもいいな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせるって噂だ。まあ話半分で聞いてるが。それはいつの話だ。しばらく本気の歌を誰かに聴かせた覚えはない。話半分かどうかその耳で確かめてもらうぜ。調子が出てきたね。どうかしたか。桐生さん、エンディングノートって知ってます。エンディングノート。いや、初めて聞くな。思いっきり大まかに言うとお手軽な遺書って感じです。残された家族とか友人へのメッセージとか、
後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。それは遺書とどう違うんだ。同じに聞こえるぞ。遺書と違ってエンディングノートには法的な効力がないんです。だから本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。なら書く意味ないじゃないか。いや、お手軽だからいい面もあるんだよ。遺書にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。まあそうだろうな。そういう心持ちの時に自分がいなくなった後のことじゃなくて残りの時間をどう使うかを考えるのにエンディングノートはおあつらえ向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ心残りであったりとか実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど。心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。桐生さん、孫妃も言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うならそれは桐生さんの意思だ。俺はそれを尊重します。でもそこまでして果たしたい何かがあるならそれに集中できる環境づくりも必要でしょ。難波、バス線で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。桐生さん、あんたは自分を押し殺してるだけで本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として請け負うよ。ああ、確かにいいかもな。エンディングノートか。一つやってみるか。え？言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう。じゃあ早速始めましょうや。今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね。結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱いいですね、いいですね。うまい酒を好きなだけ。あんまりおすすめはしたくないですけど。寿司銀で卵を腹いっぱい卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな。いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ桐生さん、まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、他には若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたいありったけかけって言ったのはお前らだろう。あ、すいません。いや、あまりに予想外のが続いたもんで。いや、すまない。笑い物にするつもりは毛頭ない。むしろ少しときめいてしまった。なんだよそりゃ。でもマジでいい感じですよ。いや、これはやりがいがあるし、もうちょいみんなでワイワイやりたいもんだな。あ、なら欠かせないやつが一人いるな。ん？桐生さん、これからキャバクラどうすか。ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え。これから書くところだったんだ。じゃあ決まりだ。もうその日お前もいいだろ。女だっていい女は好きなんだ。
もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。休憩ですか？うん。ついていきますよ。思い出せ。懐かしいな。じろじろ見ないでもらえますか。いい調子だな。いや。Oh!やるときゃやるぞ。始めようか。やるか。相手してやる。止める。はい、配れ。手加減はなしだ。頑張りますか。見さらせ。ごちそうだ。残させくらえ。
いつでも戦えるぞ。なんだ、何見てんだ。仕方ねえな。後悔するなよ。私に頼む。潮時だ。失敗か。頑張りますか。お疲れした。嘘。調子出てくるばよ。やれやれ。やるか。潮時だ。失敗か。出番が来たな。お疲れした。嘘。ひゅ。まだくたばれ。あばよ。いらっしゃいませ。3名様で。ああ。ご指名はございますか。サッチャ。ああ、いや、サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい。失礼します。ちょっとなんちゃん。何このメンツ。そっか、桐生さんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト。ああ、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ。俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど。なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、さっちゃん、俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ、もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ。そういうこと。手伝ってくれるか。当たり前でしょ。むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。安心して、桐生さん、私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか。何言ってんの、水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、なんちゃんと孫輝だけじゃ花がないんじゃない？面白いことを言う。なら、その花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー。相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけで、よろしくどうぞ、
キリュウさん。よし、これでさっちゃんも決まりだ。じゃあまずはキリュウさんご所望のカラオケ行こうぜ。正直少し意外だった。ん？お前はもっと桐生さんに療養を迫るかと思っていた。職業的な立場からしてもな。そうしたいのは山々だけどよ。ほら、北風と太陽だ。ん？桐生さんがああ言ってんだ。滅多なことで気持ちを変えられるもんじゃねえ。けど医者が言ってた。何かのきっかけで考えが変わるかもしれないってよ。だから作戦変更だ。桐生さんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。後でサッチャーにも言っとくつもりだ。このエンディングノートの真の狙いってやつをな。その日も頼むぜ。あの人を黙って死なせてたまるかってんだ。ああ、全く同感だ。なんちゃん。一番。元気でやってる？ハワイでトラブルに巻き込まれてるよ。それもあいつらしいだろ。ねえ、キリュウさん。ああ、俺が向こうで会った時はもうけ…なんていうか、はい、気になるよな。うん？別に、なんとなく聞いてみただけ。あれ？いや、懐かしいな。懐かしいな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ここはね、キリュウさん、
俺らの行きつけなんですよ。サバイバーっつってね。マスターはちょっとこわもてですけど、根はいい人なんで大丈夫。偉人町で歌聞かせたいならここしかないわよね。どうもマスター、新しい客連れてきたぜ。こちらは鈴木太一さん。もしかしてお知り合い？いえ、どなたかと人違いされているんでしょう。はじめまして、サバイバーへようこそ、鈴木さん。昔よく似た人がいたんだ。だがマスターの言う通り人違いだった。失礼しました。いえ、どうかお気になさらず。こちらこそよくある顔なもんですから。あの二人知り合いか？そうなのかな、うん、ただの人違いだったんだろ。私たちは歌いに来たんだ。さあ始めようじゃないか。ええ、どうぞ。本日は貸し切りにします。どうぞ心置きなく楽しんでください。ありがとうマスター。なのね、夢を追って傷ついて。ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ、桐生さん、だいぶ元気になったように見えるぜ。これも孫妃とさっちゃんのおかげだ。水臭いんだって、なんちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だって桐生さんには恩義がある。やれるだけのことはさせてもらうつもりだ。だね。私も偉人町の人間としては桐生さんに恩返ししたいし、何よりもしかすると助かるかもしれないのに放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったぜ。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。なんなのよこの涙、バカみたい。お上手でした。最高でしたよ。噂は本当だったな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。まあ別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。誰だ、次の曲だぞ。どういうわけだろうな。ん、次の曲も俺だ。いや、絶対わざとでしょ。レールから外れた、なら盛り上げていくか。入れるぞ愛の手、燃やすぞ魂。おっしゃー、おっしゃー。 Breaking the law、 Breaking the world、 壊せ、切り裂けてんだね。Breaking the rule、 六方全勝じゃ縛れない。波乱分子さ振り上げた、握り拳が俺たちのジャッジメちょっと失礼するよ。うん、早く戻ってこいよ。いやー桐生さん、今日楽しいっすね。俺はおかげでいい気分ですよ。本当？ああマスター、おかわり。
私だ。どうした？重要な連絡だろうな。私はしばらくお楽しみだと言ったはずだ。分かってるよ。でも仕方ないだろう。ずっと憧れの桐生さんと一緒なんだから。よう、ソンヒ。なんだよ、また眉間にシワ寄っちゃってるぞ。そうか、そんなことはないだろう。仕事の話じゃねえのか。あれれ、桐生さんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ、気がかりな情報って。青龍会に妙な動きがある。組員を増やして勢力を急拡大させているんだよ。あれ、なんだよ、そんなことも知らなかったのか、あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ。それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ、俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る。それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に青龍会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしてるのもその一環だ。春日がハローワークでやってた慈善事業の拡大版といえる。なんだよ、やっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今青龍会が組に引き入れている連中にはまっとうに社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら青龍会に行く理由はないはずでしょ。海老名の言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きの綺麗事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなんだ。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろう。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。青龍会はね、ゴミビジネスの拠点を横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？最近青龍会の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。青龍会の人が誰かハワイに縁があるとか。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは確か。それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹の中に隠してた。それが今は青龍会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに一つ追加した方が良さそうだ。沢城と話すっての。そういう使い方もあるんですね。青龍会の本部はすぐそこだったな。ああ、だが今は沢城やほとんどの幹部たちは異人町にいない。増えた組員のためにここ1週間ほどで別の支部を立ち上げたんだ。もし桐生さんに行く気があるなら明日私が案内しよう。そうか、分かったよ。
お、おい、はい、はい、ほう、ありがとうございます。